キム・ジョンヒョンは、韓国の俳優。身長183センチメートル。釜山広域市出身。所属は、オーエンターテインメント。1990年、釜山広域市に生まれる。高校時代、自ら演劇部を立ち上げ、脚本も手掛けていた。大学は韓国芸術総合学校演技科に、進学し、その頃から映画にも出演する。21歳の時に休学し、 関温度第三不評師団に入隊し兵役を終える。2015年、インディーズ映画、超人で本格的に俳優デビューを果たすと、新人ながら高い演技力を見せ若手有望株として一目置かれる存在となる。2016年、嫉妬の化身恋の嵐は接近中でドラマに初出演し、ョジ人演じるヒロインの弟役を演じ注目を集める。 2017年、デビュー2年にして、恋する、レモネードで、地上波ドラマの主演に抜擢される。デビューから休まず、ドラマや映画で飛躍を見せ順風満帆に見えたが、2018年8月、睡眠、接触障害により出演中だった、ドラマ、時間から降板することを発表。その後、治療に当たりながら1年5ヶ月ほど、休業期間を経て、 2019年に TVN ドラマ、愛の不時着の出演オファーを受け復帰を果たす。詐欺師でありながらも憎めないキャラクターのクスンジュン役を演じると、ソダントのサイドラブストーリーでも人気を集め、さらに、愛の不時着がネットフリックスを通じて世界的にもヒットしたことにより、海外でも知名度を高める。2020年、愛の不時着で共演したソジヘ主演のドラマ、 一緒に夕飯食べませんかにカメを出演し、再共演を果たす。10月31日には日本で初のファンミーティングをオンラインで開催し、日本のファンと交流するとともに、愛の不思議 OST のサムデイヤスマップのライオンハートなどの歌唱も披露した。2020年から2021年にかけて時代劇ドラマ、 鉄人王校で二つの顔をもつりし朝鮮の第25代王、アキラ州を演じ主演を務めると、この作品も TVN ドラマ歴代5位となる高い視聴率を記録する。ありがとうございます。